はい、皆さんこんにちは。鉄ちゃおチャンネルへようこそ。スティーブ青島です。今日も回送液セットのホームのパーツの取り付けをやっていきたいと思います。今日の動画は前回の動画と内容がほぼ丸かぶりですので、前回の動画見てくださった方、今日は飛ばしていただいても結構です。今日はね、パーツの方はニッパーで取り付けを行いました。ではスタート。鉄ちゃおが始まるよ。はい、青島です。 YouTube で鉄道模型に関する動画をアップロードしてます。今日のこのチャンネル見るのが初めての方、もし見えましたら下の赤いチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。ということで、早速パーツの取り付けがどんどん進んでってます。ですね、今取り付けているのはベンチです。ベンチを切り出して、4つ取り付けを行いました。この後、これは自販機でしょうかね。あ、違うな、前回取り付けなかったパーツなので、なんだろう、売店かなんかでしょうかね。ちょっとわからないんですが、取り付けを行いました。でこれ前回も付けた、おそらく自動販売機じゃないかなと僕は思うんですけど、そちらを取り付けます。で、グレーのパーツ、これは取り付けを行わなかった部分に穴が開いてますので、それを塞ぐための目隠しです。細長いパーツを 1,2,3,4,5 個かな、5つパーツを取り付けます。ピンセットでつまんでね、取り付けをやると行い、取り付けやすいと思います。邪魔なところはね、さっき付けたパーツを一回外して、もう一度取り付けると取り付けやすいと思います。次に、丸い穴を塞いでいきます。これはね、ピンセットでこれもつまんで入れますが、細かいパーツですね、細かいパーツで飛びやすいですので、慎重に挟んで取り付けを行うとやりいいかと思います。はい、これで穴を塞ぐ作業が終わりました。目立たなくなりますね。すごいですね。で最後に、クリアパーツ、これはベンチの背もたれの間に挟んで、後からおそらくステッカーを貼り付けるんだと思いますが、時刻表であったり、あとは、広告看板の類だと思うんですけど、そちらのパーツを取り付けました。で屋根をかぶせて、はい、今回パーツ全部取り付け終わりました。ただ前回ね、取り付けなかったの売店でしょうかね、こっちにもやっぱり取り付けたいので、目隠し部分を裏側のホームの裏側からピンセットで押して外しまして、こちらのパーツ切り出して、組み立てかなして取り付けを行いました。はい、こちらも完成です。いかがでしょうか。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それでは。